マットの前方で足を腰幅に広げて立ちます。胸の真ん中で手と手を合わせ、目を閉じて今している呼吸に意識を向けます。息を吸うとあばら骨が前後左右に広がり、息を吐くと少しずつ元に戻っていきます。波のように繰り返される呼吸のリズムを静かに感じ取ります。ゆっくり目を開けてください。息を吸って腕を横に広げて、息を吐いて左手を腰に、右腕を左へ伸ばします。吸って背筋を伸ばし、吐いて右腕を遠くへ伸ばします。呼吸を続けながら右腰から脇の下までストレッチしましょう。顔を正面か右斜め上に向けます。吸って上半身を腰上げ、吐いて右手を腰に、左腕を右へ伸ばします。吸って背骨を長く伸ばし、吐いて左腕を遠くへ伸ばします。鼻呼吸を続けながら胴体の左側を気持ちよくストレッチします。吸って上半身を起こし上げ、吐いて腕を下ろします。吸って指を絡め、手のひらを後頭部に添えます。吐いて顎を引いて首の後ろをストレッチしましょう。吸って顔を斜め上に向けて胸を広げ、吐いて背筋を伸ばしたまま顎を引きます。吸って顔を上に向けて後頭部を手のひらの方へ押し当てます。吐いて顎を引いて首の後ろを気持ちよく伸ばします。吸って顔を斜め上に向けて肘を広げて、吐いて指を離して腕を下ろします。吸って腕を横から伸ばし上げ、吐いて腕を広げて前屈します。吸って手をすねか太ももに添えて背筋を伸ばし、吐いて前屈します。吸って足を後ろに引いてプランクポーズ、吐いて膝を下ろして四つん這いになります。足の指を立てて吸って背中を反り、足の甲を寝かせて吐いて背中を丸めます。吸って足の指を立てて背骨を反り、胸を広げて、吐いて背骨を丸めて腰を広げます。吸って胸を広げて体の表側を広げます。吐いて首の後ろや背中、腰を広げます。吸って背中を平らに戻して、吐いて両足を後ろに引きます。プランクポーズで息を吸い、息を吐いてお尻を斜め後ろへ持ち上げてダウンドッグ。鼻呼吸を続けながらお腹に力を入れてお尻を高く後ろへ持ち上げましょう。左右の手のひらで均等にマットを押します。少しずつかかとをマットに近づけて、ふくらはぎや膝の裏、ももの裏側をストレッチします。息を吸って右足を両手の間に踏み込んで、息を吐いて背筋を伸ばします。吸って右腕を伸ばし上げ、背骨をねじり、吐いて腕を下ろします。吸って腕を伸ばし上げながらツイストして、吐いて腕を下ろします。もう一度吸って腕を伸ばし上げ、吐いて右手を下ろします。吸って右足を後ろに引いてプランクポーズ、吐いてお尻を持ち上げてダウンドッグ。吸って左足を踏み込んで、吐いて首や背中、腰を伸ばします。
吸って左腕を伸ばし上げてツイスト。吐いて左腕を下ろします。吸って腕を伸ばし上げて背骨をねじり、吐いて腕を下ろします。吸って背骨をねじって腕を伸ばし上げ、吐いて左手を下ろします。吸って左足を後ろに引いてプランクポーズ。吐いて肘を曲げます。足の甲を寝かせて吸って胸を持ち上げて、吐いてお尻を後ろに引いてダウンドッグ。手の指を大きく広げて手のひら全体でマットを押します。肩甲骨を腰の方へ近づけて肩を耳から遠ざけます。お尻の骨を斜め上に押し出すように腰や背中を広げましょう。息を吸って足を両手の間へ運び、手を足に添えて背筋を伸ばします。息を吐いて前屈、膝を曲げても大丈夫です。吸って腕を広げながら上半身を起こし上げ、息を吐いて腕を横に広げて下ろします。親指を引っ掛けて息を吸って腕を前から伸ばし上げ、息を吐いて腕を下ろして反対に親指を引っ掛けます。吸って腕を前から伸ばし上げ、背筋を伸ばして、吐いて腕を下ろして親指を反対に引っ掛けます。吸って腕を伸ばし腰を伸ばして胸を広げます。息を吐いて指を離し腕を広げて前屈です。吸って頭を前に押し出すように背筋を伸ばして、吐いて前屈。吸って左足を後ろに引いてつま先を左に向けたら、吐いて上半身を起こし上げ腕を横に広げます。呼吸を続けて右膝を足首の真上に並ぶように曲げて、膝を足の中指の方向に向けます。下半身をどっしり安定させて背筋を伸ばし、頭のてっぺんを空に向けます。息を吸って右膝を伸ばし、息を吐いて腕を下ろして左足を一歩右足に近づけます。吸って腕を広げて右腕と胴体を右へ伸ばし、息を吐いて右手を右足の上に下ろして左腕を空の方へ伸ばし上げます。鼻呼吸を続けてください。右足全体の裏側が伸びて広がり、体幹が強化されます。余裕があれば顎を軽く引いて視線を左手の先に向けましょう。息を吸って上半身を起こし上げ、息を吐いて腕を下ろして左足をマットの左端に置き換えます。骨盤を正面に向けて息を吸い腕を横から伸ばし上げます。息を吐いて背筋を伸ばしながら上半身を倒します。息を吸って胴体を長く伸ばして、息を吐いて右膝を伸ばしたまま、もしくは軽く曲げて腕を下ろし指先をマットにつけます。息を吸って背筋を伸ばして、息を吐いて余裕があれば少しずつ右膝を伸ばしてみましょう。このまま鼻呼吸を続けます。右腰が左腰より前に出ている場合は、右腰を少し後ろに引いて左右の骨盤の位置を揃え、高さも揃えます。左手の先を右足に近づけて右手を骨盤に添えて息を吸い、息を吐きながら背骨を右にツイストします。呼吸を止めずに繰り返し、息を吸うタイミングで背骨を伸ばして、息を吐きながら胴体を右に向けるように背骨をねじります。余裕があれば右腕を空の方へ伸ばし上げてみましょう。息を吐いて右手をマットに下ろし、息を吸って左足、右足と後ろに引いてプランクポーズ。息を吐いてダウンドッグ。お尻を斜め後ろへ持ち上げます。膝をマットに下ろしてお尻を下ろして座ります。
手を太ももの裏側に添えて息を吸い、息を吐いて足を浮かせてすねを床と平行に並ぶところまで持ち上げます。腕を前に伸ばしてバランスを保ちましょう。下腹部が引き締まり体幹が強化されます。体のコアを鍛えて軸を安定させます。肩を下げて背筋を伸ばします。手をもも裏に添えて足を下ろし、手をマットにつけます。息を吸って足を後ろに引いてプランクポーズ。息を吐いて肘を曲げてチャタランガ。吸って肘を伸ばしてアップドッグ。胸を高く持ち上げ広げ、息を吐いてダウンドッグ。お尻を後ろへ持ち上げます。かかとを少しずつマットに近づけて、ふくらはぎや膝の裏、ももの裏側をストレッチします。体を少しずつ伸ばし広げながらこわばりを取り除き、巡りを整えます。息を吸って足を両手の間に運び、背筋を伸ばして、息を吐いて前屈します。吸って腕を広げて上半身を起こし上げ、息を吐いて腕を下ろして胸の中心で合わせます。親指を引っ掛けて息を吸って腕を前から伸ばし上げ、息を吐いて腕を下ろして反対に親指を引っ掛けます。吸って腕を前から伸ばし上げ、背筋を伸ばして、吐いて腕を下ろして親指を反対に引っ掛けます。吸って腕を伸ばし腰を伸ばして胸を広げます。息を吐いて指を離して腕を広げて前屈です。吸って頭を前に押し出すように背筋を伸ばして、吐いて前屈しましょう。吸って右足を後ろに引いてつま先を右に向けたら、吐いて上半身を起こし上げ腕を横に広げます。左膝を曲げて足の裏でマットを力強く押します。呼吸を続けて下半身の安定感と上半身の広がりを感じ取りましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐きます。息を吸って左膝を伸ばし、息を吐いて腕を下ろして右足を左足に近づけます。吸って腕を広げて左腕と胴体を左へ伸ばし、息を吐いて左手を足の上に下ろして右腕を空の方へ伸ばし上げます。全身に意識を向けながら鼻呼吸を続けましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐きます。息を吸って上半身を起こし上げ、息を吐いて腕を下ろして右足をマットの右端に置き換えます。骨盤を正面に向けて息を吸い、腕を伸ばし上げます。息を吐いて背筋を伸ばしながら骨盤を前に倒します。息を吸って背筋を伸ばして、息を吐いて腕を下ろし指先をマットにつけます。息を吸って背骨を伸ばして、息を吐いて余裕があれば少しずつ左膝を伸ばしてみましょう。このまま鼻呼吸を続けます。左右の骨盤の位置と高さを揃えて胴体を長く伸ばします。右手の先を左足に近づけて、左手を骨盤に添えて息を吸い、息を吐きながら背骨を左にツイストします。息を吸うタイミングで背骨を伸ばし、息を吐きながら胸を左に向けるようにツイストします。内側に溜まったいらないものを絞り出すようにイメージしながら体をねじります。息を吐いて左手をマットに下ろし、
息を吸って右足、左足と後ろに引いてプランクポーズ。息を吐いて肘を曲げてうつ伏せになります。肘を曲げて指先をマットの外に置きます。吸って指で床を押して胸を持ち上げ、息を吐いて下ろします。吸って胸を持ち上げて、吐いて上半身を右に向けて左肩をマットに近づけます。吸って胸を持ち上げて中心に戻り、吐いて左にツイストしながら右肩をマットに近づけます。吸って中心に戻り、息を吐いてうつ伏せになります。背中をマットにつけて仰向けになりましょう。膝を曲げて足の裏をマットにつけ、足を骨盤の幅に広げます。息を吸ってお尻を持ち上げます。息を吐いてお尻の下で指を絡めて肩甲骨を背骨の方へ寄せます。足の裏全体でマットを押してお尻を高く持ち上げ続けます。お腹や胸を優しく広げてポジティブなエネルギーを広げていきます。指を離して背中とお尻をマットに下ろしましょう。足を持ち上げて右足を左足の上に重ねます。余裕があれば右足首を左のふくらはぎに引っ掛けます。足を左へ倒して横向きになりましょう。右腕を右へ広げて伸ばします。背骨をねじり、腰や背中の張りを緩めます。両足はキュッとまとまって、腕や胸は大きく広がっています。右腕を閉じて足を持ち上げ解放します。今度は左足を右足の上に重ねて、余裕があれば左足首を右のふくらはぎに引っ掛けます。足を右へ倒して横向きになります。左腕を左へ伸ばして、左の肩甲骨をマットに近づけるように胸や腕の付け根を広げます。鼻からゆっくり息を吸い、鼻か口からゆっくり息を吐いて、余分な力みを手放します。左腕を閉じて足を持ち上げ解放します。左足を下ろして右足を空の方へ伸ばし上げます。両手を右のもも裏に添えて左足を伸ばします。右足全体の裏側をストレッチしましょう。肩の力を抜いてリラックスしながら呼吸を繰り返します。右膝を曲げて足の裏をマットに下ろします。左足を伸ばし上げ、手をもも裏に添えて右足を伸ばします。左足全体の裏側をストレッチしましょう。血液やリンパの流れが整い、むくみの軽減につながります。左足を下ろして両足を伸ばします。指を絡めて腕を頭の向こう側へ伸ばしたら、息を吸って全身伸びをします。息を吐いて脱力、指を離して腕の位置を戻し、両足を軽く広げて目を閉じます。最後のポーズ、シャバーサナに移りましょう。今回のレッスンで体をダイナミックに動かし、体内の巡りを活性化させました。心身ともに活力が湧いて、エネルギーが全身に流れています。最後の静かなポーズとともに、心に落ち着きや穏やかさが加わって、静と動のちょうどいいバランスが保たれています。
体や心の内側の感覚を感じながら、もう少しこのままリラックスしましょう。意識を呼吸に戻します。手の指、足の指を握ったり開いたり動かします。膝を曲げて左右に倒し、腰を緩めます。膝を右か左、好きな方へ倒したら横向きになって一息つきます。ゆっくり体を起こしましょう。ありがとうございました。ナマステ。